ある花屋の主人の娘が殺されたとの依頼で、その原因を調べるためミスタは一人の彫刻家を訪ねてきた。そこでミスタはその男の石のスタンドにブチャラティが掘られているのを怪しく思い、彼を拷問していた。何者だ、なぜブチャラティを知ってる。花屋の娘の墜落死も気になるが、なぜ俺をレストランからつけた。娘、あんた警官か。いや、警察はこんなことは。いいかこのゲロ野郎、質問すんな。この俺だ、おめえは答えるだけだ。それだけに集中しろ。いいな、余計なことを言ったりやったりするのはやめろ。余計なことって中には嘘を言うことも含まれんだからな。よし、一つずつ質問するぜ。順番を追ってだ。おめえはギャングか、どこかの組織に属しているのか、後で調べればわかることだがな。いや、僕はただの彫刻家だ。有名ではないが生活はできている。じゃあなぜスタンド使いになれた。そのスタンドとは何のことか知らない。この能力のことならいつしか子供の頃から出るようになった。あんたもそうなのか。へえ、次の質問だ。なぜ俺をレストランからつけている。そしてなぜてめえはブチャラティを知っている。ブチャラティ、ブチャラティというか彼の名は。彼に会わせてくれ。一緒に来てるんだろ、このマンションに。へい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 、質問の答えになってねえんだよこの間抜けが。あんたの気に入る答えじゃないかもしれないが、この石は僕の心とは無関係に動く。子供の時からずっとそうだった。自分ではどうしようもないパワーなんだ。石はあんたをつけてきたんじゃない。彼を、ブチャラティをつけてきたんだよ。おーおー、そうかよ。てめえそんなに二度と飲みが持てねえ体になりてっつのか。予想が外れて残念だが、ブチャラティは遠くの場所に行ってんだよボケ。嘘を言ってるのは君の方だ。ブチャラティはこのマンションに来てるはずだ。会わせてくれ、彼の人生に関わることなのだ。なめてんじゃねえぞ。おめえ花屋の娘も殺したな。おめえの目的は一体な。てめえ何やってんだこら。妙な動きするなって言ったはずだぞ。石は言ってしまった。歴史の頂点に輝くかのミケランジェロが言った言葉がある。私は大理石を彫刻するとき着想を持たない。石自体がすでに彫るべき形の限界を定めているからだ。私の手はその形を石の中から取り出してやるだけなのだと。何言ってんだこの野郎。すぐに石をここに戻さねえと貴様死ぬことになるぜ。ミケランジェロは究極の形は考えてから彫るのではなく、すでに石の中に運命として内在していると言っているのだ。彼は彫りながら運命を見ることができた芸術家なんだ。あのブチャラティの形も僕が彫ったわけではないし、君の銃弾が彫ったものでもない。あれは運命の形なんだよ。象は胸に穴を開けられ血を流していましたね。数日後か、あるいは数ヶ月後かわからないが、ブチャラティは近うちそうやって死に、我々はみんな運命の奴隷なんだよ。それが僕の能力、ローリングストーンズの意味なんだ。これが最後だぜ。石をここに戻しな。てめえが死ねばてめえのスタンドも消えるんだぜ。分かってるな。私のローリングストーンズに彼が触れれば、彼は苦しまずに死ねるんだ。せめて彼の言い残す言葉を聞くために会ってやりたかったが。こいつ何なんだ、舐めやがって。何だってこんなに落ち着いてやがんだ。ちくしょう。いいだろう、死にてえのか。ああ、そんなにその壁に脳みそぶちまけてえのかてめえ。その後ミスタは彫刻家の話が本当だったということを知って、ブチャラティを助けるため石を破壊した。無事に助かったブチャラティは涙目のルカの調査をするため空港へ聞き込みをしに行った。